Globus。皆様こんばんは。グロービスキャピタルパートナーズの岩佐エムレと申します。今日は水曜日の夜7時という週の半ばで、非常に貴重な夜の時間帯にもかかわらず、これだけ多くの方にお集まりいただき本当にありがとうございます。皆様 の時間と参加費に見合う ROI の高いセミナーにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はですね、フィンテックということで、一応第2弾、フィンテックの最前線の第2弾という形にしております。第1弾を今年の春ぐらいにしたんですが、そこに参加された方っていらっしゃいますでしょうか。挙手をいただければ。あ、ほとんどいらっしゃらない。あ、よかったです。そういう意味だと、じゃあ今日の話をいろいろ新鮮に移っていただけるのかなと思いますし、第1弾ご参加いただいた方にもまた新しい要素もいろいろ盛り込んでますので、いろんなテイクアウェイがあるかなというふうに思っております。あと、もう一つ質問させていただきたいのが、その金融機関出身者という方いらっしゃいますか。どのぐらいいらっしゃいますか。大体そうですね、 2、3割といった形でしょうか。分かりました。あと最後にもう一問、今回、3社、MFS と、お金デザインと、あとマネーフォワードの方々に後ほどパネルに参加していただくんですが、これらの3社のいずれかのサービスをすでに使っているよという方ってどのぐらいいらっしゃいますか。あ、すごいですね。4割5割という形でしょうか。少々ありがとうございます。それでは、早速始めさせていただきたいと思います。最初に簡単に私の自己紹介ですが、グロービスキャピタルパートナーズで今プリンシパルとして、投資活動をしています。主にフィンテック、メディア、AI 系のスタートアップに投資しています。で、下に掲げてあるのが、今私が担当している会社のロゴですが、フィンテック系でいうとお金デザインと MFS、 あと、来週上場するユーザーベースも金融情報サービスを提供しています。あとはドローンの V キューブロボティクスとか、メディアのスマートニュースとか、あと電気自動車の GLM っていう会社、あとまだ公表してない案件もいくつか担当しております。簡単に我々グロービスキャピタルパートナーズという組織のご紹介なんですが、グロービスグループの一員でして、1996年からちょうど今年20年目なんですけど、20年にわたって日本でベンチャー投資をやり続けています。で、我々の投資先という形でおそらくご存知のロゴもあるかなというふうに思います。大体20年間で100社ぐらいに投資しておりまして、本当にこれはそのうちの一部抜粋になります。で、今日登壇いただく MFS お金デザインにも、去年今年と出資させていただいております。で、我々おかげさまで、20年間やっておりますが、今年の1月に、5号ファンドをスタートしております。この5号ファンドは、大きく6Techs と僕らが呼んでいる分野に投資していきたいと思っています。これ大きな流れとして、今まで過去 3,4 年ぐらいは PC からスマホに移ったタイミングで、スマホにすごくたくさんのオポチュニティが生まれてたんですけど、これから 3,4 年僕らが新しく投資していく期間においては、技術も非常に洗練されてきて、あとコンシューマー側とビジネス側にも、例えばスマホだとかビッグデータ AI の理解が高まっていて、もともとあった業界におけるテクノロジーの活用っていうのは非常に進んでいくと思っておりまして、そういう意味で僕らはその中でも重点的にこの6つの業界、具体的に言うとフィンテック、ヘルスケア、エドテック、あと車周りのオート、あと家周りのホーム、あと最後ドローン、宇宙を含むフロンティアテックっていうところに投資しております。そんな組織でおりまして、フィンテック、今日のテーマはそのうちの一つの重点分野という形になります。で、今日の構成というところで、冒頭に私が少しフィンテックの全体像をお話しさせていただいて、その後パネルディスカッション、全体討議で、パネルと全体討議の時間を、たっぷり、取らせていただきたいと思います。最初にちょっとフィンテックオーバービューというところなんですが、ご存知の通り非常に関心を集めている領域です。これは世界の、投資のトレンドですけど、2015年で2兆円グローバルでフィンテックに投資されたと言われています。で、今年これはまだ半分のデータしか入ってないので、今年も、それを去年を上回る勢いで、お金がどんどんフィンテックに流れていっているという状態になっています。で、日本でも、これはマネーフォワードさんのデータなんですけど、日本でも去年1年間で150億円が、投資されています。で、今年も、非常に大きな案件がたくさん出ていますので、去年上回るペースで、
フィンテックへの投資が進んでいます。でまあフィンテックって一言に言ってもまあいろんな領域がありまして、そのまあ決済ですとかクラウドファンディング、融資、投資などなどいろんな分野でスタートアップが生まれています。今年の中盤ぐらいに私が数えた時にももう100社以上ありました。なので今もっと増えてるかなというふうに思います。本当にありとあらゆる分野でいろんなスタートアップが今フィンテックで誕生しています。でそもそもフィンテック何なのと、何でもかんでもフィンテックと呼ばれている状況ではあるんですけど、非常に大きな領域です。まあ、ファイナンスって意味で言うと、まあ、そもそもの金融業界が融資ですとか送金決済、預金投資保険など本当にいろんな領域にまたがってますし、フィンテックの後ろ側のテックって言っても本当に最近いろんなトレンドがあります。ここに掲げているのは一部ですけど、まあ、ビッグデータだとか AI だとかスマホみんな持ってる状況になったりだとか、あと最近出てきたブロックチェーンだとか、ピアーツーピアー、あとは API 連携といった形でいろんなテクノロジーが出てきていて、そこに対してもともとの金融業界のいろんな領域の掛け合わせが、まあ、フィンテックという形になっています。なので本当に、いろんな分野で今テクノロジーを主導した、業界の変革というものが、起きています。で一言で言うと何なんだろうっていうところで言います と、アンバンドリングというふうに、私は思ってます。まあ、もともと金融って、まあ、銀行が非常に窓口となっていろんな機能を提供してました。これは、三菱 UFJ さんの、ホームページそのまま持ってきたものですけど、本当にこれをご覧になっても、まあ、お金を預金するっていうところから、ちょっとごめんなさい見づらいですけど、まあ、運用するってところ、あとはお金を借りるっていうところからクレジットカードとか保険だとかありとあらゆるものがここに載ってます。でそれは、個人向けでも下にある法人向けでもそのような形になってます。でフィンテックがやってることって一言で言うと、まあ、これは先ほどのマッピングを置き換えたものですけど、それぞれの分野に特化したフィンテックベンチャーというものが、もともと銀行が担ってた銀行のさまざまな機能というものを、まあ、ある意味アンバンドリング分解して、それぞれに特化したものを提供しているというのが今の状況です。で、まあ、これは世界一のお金持ちのビル・ゲイツさんが言ってたんですけど、まあ、そのバンキングという機能は必要だけど、まあ、バンクは必要ではないというかなり、まあ、世界一のお金持ちだから言えるのかなと思えるような発言をしてらっしゃりしています。でも実際にその機能としてのバンキングは確かにこれからももちろんなくならないんですけど、それを一つに集約する機関が本当に必要なのか、それをアンバンドルされた形でさまざまな特化型プレイヤーが提供していけばいいんじゃないかというのが今のフィンテックの大きな流れです。今日はちょっと個人向けというところなので、個人向けのフィンテックがこれからどんどんこう流行っていったときに、その進化の方向性って どういう方向に向かってるんだろうというのを、私の見解をまとめてみました。で大きく3つの方向性に向かってるかなというふうに思います。でそれは1つがアクセスを向上するってこと、よくファイナンシャルインクルージョンとかって言われたりしますけど、もともとその金融へのアクセスがなかった人たちへのアクセスの提供が一つフィンテックが担っている機能かなと。でもう一つが最適化、今までその何でしょう、大量生産されたものをドカッと渡していたのではなく、これからは個人個人の状況に応じて必要な時に必要なものだけ提供するっていう最適化の動きが加速していくかなと思います。で最後がちょっとこれ呼び名難しいんですけど、透明化と私は無理やり名付けてます。もともとってその金融サービスというものがあって、で例えば家を借りるときは家を買う家も決めるし、あと住宅ローンも例えば決めるとか、そういう金融サービスを別個のものとして扱っていたと思うんですけど、そこを一つのものにしてしまおうというような動きが今後ますます加速していくのではないかなというふうに思います。ちょっとここに関してはこの3つに関してこれから具体例を用いながら、掘り下げていきたいと思います。まず1つ目のアクセス向上っていうところ、これまあ先ほど申し上げた通りファイナンシャルインクルージョンって言われるところでありますけど、ここ大きく2つあるかなと思っていて、1つはその例えば発展途上国とかにおけるそもそもいわゆるアンバンクドって言われたりするそのファイナンス機能へのアクセスがない、高すぎて例えばリーチできないですとか、まあ、身近になくてそういうものが手に入らないっていう人たちへのアクセス向上っていうのが一つ
大きくあるかなと。でもう一つが、例えばその日本みたいな先進国においてもありとあらゆるものはあるんだけど難しすぎて使わないとか、めんどくさくて使わない、せっかくの金融サービスがあるのに使わないっていうのもいっぱいあると思っていて、そういうものを簡単にすることでより多くの人に使ってもらうっていう、そういう意味でのフリクションを下げる、その摩擦を下げることでのアクセス向上っていう、まあ2つの面があるかなというふうに思っています。で例えばで言いますと、トランスファーバイズっていう、会社がありまして、こちらは国際送金を手掛けているベンチャーです。これ海外のベンチャーですけど、まあ、ご存知の通り国際送金ってすごいお金かかるんですね。でここがやっていることは、例えば左下の図にあるように、ドイツに住んでる人がユーロをイギリスに住んでる人に送りたいといったときに、まあ、既存のシステムを使うとすごい為替手数料取られますし送金手数料取られちゃうんですけど、トランスファーワイズっていうプラットフォームに行くと、その逆の取引をしたい人も必ずどっかにいるだろうということで、その逆の取引、ポンドからユーロに変えたい人とマッチングをして、実際お金は動かないんですけど、それで、マッチングをして、まあ為替を通じることなく、より安く実際にお金をエクスチェンジするっていうようなサービスになってます。で、コストの比較でいうと既存のシステムだいたい 5% とか 6% ぐらいなんだかんだで取られてしまうんですが、トランスファーワイズはそれをだいたい10分の1ぐらいのコストで提供しているということで、特にその移民が多かったり出稼ぎ労働者が多い国とかにおいては、これが今圧倒的に伸びている状況になってます。これはまあコストを下げることで、今までなかなか使いづらかった送金というサービスを変革している会社になります。あともう一つご紹介したいのが、これまだ新しいんですけど、アイケアベネフィッツっていう会社で、これベトナムの会社です。で、ターゲットにしているのがベトナムの工場とかで働いているブルーカラーワーカーでして、まあ、そういうところ、お仕事とか旅行で行かれた方はご存知かもしれませんが、本当にそのブルーカラーワーカーの方って、例えば銀行口座そもそも持ってませんと、でクレジットカードも持ってませんと、でそういう状況において、まあ、結構その給料日から給料日暮らしみたいのをしてますと。ただ、いろんなやっぱりニーズはあって、例えば冷蔵庫壊れたから新しい冷蔵庫買いたいだとか、子供が生まれたからベビーベッドが必要だとか、そういうものに対して今までもう貯金がそもそもほとんどできないような状況なので、そういう資金ニーズがあった時は高利貸しに行ってしまってたんですね。でそこに対して非常に高い金利を払わざるを得なかった、で払えなかったらそもそもそういうものは買えなかったっていう状態がありました。でこの会社がやったのは、福利厚生として、その、融資っていうサービスを提供してます。具体的に言うと、そういう、まあ、何千人とかを雇っている工場に対してまず営業して、で、そこのワーカーがこのアイケアのウェブサイトに行って、その会社での就業履歴だとか就業状況とかっていうものを信用データとして提供して、それで物が買えるってことになってます。例えばある工場で3年間働いている人がいますと。でその3年間での給料はこのぐらいありましたと。ということであれば、おそらくこの人は貸し倒れしないだろうねというのが分かってきます。それに応じて高利貸しに行かずとも、よりいいレートで1ヶ月2ヶ月次の給料日までここから融資を借りて、でそれを実際にそれを使って物を買うっていうようなサービスを提供しています。でこれすごい伸びていて、東南アジア今8カ国と、あとブラジルでもローンチしてて、すでに150万人が使っているようなサービスになっています。あとこれはちょっとコスト削減の方ではなくて、簡単にすることでアクセスを向上するっていう方なんですけど、これアメリカの会社でエーコンっていうのがありまして、これは2012年創業している、まあ、資産運用サービスです。でこれ何やってるかっていう と、クレジットカードで支払いをするときに、その端数を資産運用に回すっていうサービスをやってます。例えば 3.8 ドルのコーヒーを買ったら、その時のチャージは4ドルにして、20セント分をこの資産運用口座に回して、でそれを積み立てていくっていうようなサービスをやってます。で、まあ、ご想像いただける通り、そんなに積み上がりはないんですけど、でも一方で今まで全く資産運用やってこなかった人たちにとっては結構画期的なサービスで、普段通り生活しているだけで、まあ、少しでも貯金資産運用に回っていくっていうようなサービス展開してて、で実際ローンチしてからまだそんな経ってないんですけど、今85万ユーザーがいて、でそのうちのほとんどが若い方々、今まで資産運用サービスやってこなかった方々
に今非常に刺さっています。であとはまあ今日お越しいただいてますけど、日本で言いますとテオですね、あのカレンデザインさんが提供して、後から詳しいお話あるかと思いますけど、こちらもあのスマホで簡単にあのフリクションを減らしてすぐにあの口座開設できますし、すぐに自分のポートフォリオを組めて、今までそういう資産運用サービスにあんまり親しみがなかった方でもすぐに始められるようなサービスを展開しています。これもフリクションを下げるという方向だと思います。あと今日お越しいただいているマネーフォワードさんも、やっぱりこれ僕自身そうなんですけど、まあ、家計簿を紙でつけるのって相当大変で、ってかやってなかったんですけど、やっぱこれをやることでいろんなものを API 連携して自動的に自分の、家計管理ができると。しかも仕分けとかも全部自動でやってくれるので、すごく便利なサービスだと思ってます。でこれもやっぱり今まで家計簿とかつける方ってそんなに多くなかったかもしれませんが、これだけ簡単になると、だったら家計管理やろうっていう形が今増えているのかなというふうに思います。実際400万人以上の方が今使ってらっしゃるということで、多分この会場にいらっしゃる方もすごく親しみがあるサービスかなと思います。でもう一つの方向性が、先ほど申し上げた最適化というところ。でこれは今まで金融商品ってやっぱ大量生産されてたものだと思うんですけど、それを個々人の状況に応じて、マスカスタマイゼーションしていくというものがあると思います。あともう一つが、その時必要な時だけその金融商品を購入するっていうパターンの、まあ、個人最適化とリアルタイム最適化の2つの軸があるかなと思ってます。で、個人最適化っていうところで言うと、今日お越しいただいているモゲチェックさんは、まあ、住宅ローンに特化してますけど、日本中にある住宅ローンの中から個人の、一番個人に一番合ったものを選んでくれて、それを提案してくれるっていうサービスやっています。これも後ほど詳しいお話があるかなというふうに思います。あとは、アメリカを見てみますと、これソーファイって読むんですけど、ソーシャルファイナンスの略でして、この前ソフトバンクがここに1000億円投資して日本でも注目を浴びていましたが、これも個人最適化された、ローンというものを提供しています。もともとスタートが確かスタンフォード大学の人で、スタンフォード大学に通っている学生の確かほとんどの人が学生ローンを組んでるんですけど、すごく高い金利 6%7% みたいな金利を払わざるを得ない状況だったと。でも実際見てみると、過去30年間でその大学のビジネススクールかなに通った人で貸し倒れになった人はいなかったと。にもかかわらずそれほど高い金利払ってるのおかしいよねということで、ただそれをせざるを得なかったのは、アメリカだとファイコスコアっていう個人のクレジットスコアがあるんですけど、それをベースにやっぱ金利を決めてしまっているので、それぐらいのものになってしまったと。一方で例えばそのビジネススクールを出た人であれば、これから先どのぐらい年収があって、これから先どのぐらいこう払いちゃんと払ってくれるかっていうのはある程度ビッグデータ使って予想ができていて、そうなるとこれから将来の信用リスクに対してこの会社は貸し出しをしています。その結果、今までのサービスより低い金利で、ローンを貸せることができていて、で結果的に借り換えの需要を非常に捉えているサービスです。でこれまだ5年ぐらいですけど、今ローン15万件融資実績で1兆円を超えている、まあ、非常に大きなサービスになっていて、これを学生ローンから今超えて資産運用サービスだとかいろんなものを横展開していっています。あとは、メトロマイルっていう、まあ、自動車保険ですね、まあ、考え方は同じで、自動車保険使って車乗ってない時期も多く時間も多いから、そういうものに対してずっと保険払ってるのおかしいよねということで、乗った距離に応じて保険料を変動するっていう、まあ、テレマティクス保険を提供しています。これもついこの前200億円ぐらいさらに追加調達して、今アメリカを中心に展開しています。あとは、リアルタイム最適化ということで、これちょっと面白いサービスなんですけど、保険を必要な時だけかけるっていうような、トローブっていうサービスが出てきてます。これは、スマホで例えば自宅にあるこれから高いマウンテンバイクとかがあったとしますと、で、マウンテンバイクを使ってこれから旅行に行くから、その時だけ保険をかける、で戻ってきたらまた保険がなくなるっていう、そんな、サービスを提供してます。で主に今使われ方としては、家電だとか、あとは高い楽器だとかスポーツ用品とか、まあ、そういうものに対して使う時だけ保険をかけるっていうものを、提供しています。
最後に、ちょっと透明化というお話をしたくて、まあ、今まで金融サービスって金融サービス単体として提供されることが多かったと思うんですけど、これからの大きな流れとしてサービスへの金融機能の組み込みというものがどんどん加速していくんじゃないかなと思ってます。で、具体的に言いますと、例えばリノベルっていう、これリノベーションをやってる、もうそもそもフィンテックと呼ばないかもしれませんが、リノベーションをやってるプラットフォームです。例えば自分の家を探しているときに、このプラットフォームに行って、リノベーション業者だとかデザイナーだとかというものをマッチングして、実際にそこで、提案してもらっていいと思ったらそのリノベを買って、で、その自分の物件をリノベーションするっていうようなサービスなんですけど、この会社が、この前静岡銀行と提携しまして、リノベのローンというものを提供し始めました。そうすると消費者からすると、ここのリノベーション会社行って、じゃあ見積もりもらって、それももらって今度は銀行に行ってリノベーションローンを組むみたいなことをせずに、このプラットフォーム上でローンまで一括して借りることができる。なのでユーザーから見ると、このリノベーションの案件いいなと、それでポチッと押すとも自動的に事前審査も走ってローンも合わせて提案してくれるっていう、そんなサービスになってます。これも本当に不動産と金融が、まあ、合わさっていくようなケースかなというふうに思います。あともう一点、これ非常に注目しているんですけど、リクルートさんが、先月ですかね、2ヶ月前8月に、リクルートファイナンスパートナーズというものを設立を発表されてました。で、まあ、個人向け金融サービスと、あとは中小企業向け金融サービスというものを、まあ、検討推進していって、3年間は実験期間としていろいろやっていきますというような発表をされてました。で、まあ、これ実際どうなるのかっていうのは私は全然わからないんですが、これもその大きな流れの中で、金融機能のサービスへの組み込みかなというふうに思ってます。まあ、リクルートさんご存知の通り、これだけたくさんの、メディアですとか人材ビジネスをお持ちで、例えばそのライフイベントってところでいうと、まあ、お金がかかるところに大体いらっしゃるんですよね。その例えば家を買うとか結婚式を挙げるとか自動車を買うだとか、あとはまあ大学に進学するとか、そういうタイミングでやっぱ資金需要っていうのは個人としては出てくるタイミングでして、例えばこういうところで家を買いますって時に住宅ローンを提案するだとか、結婚式場を選ぶのと同時にその結婚式のためのローン、個人向け融資っていうものを合わせて組み込んで提案してしまうとか、そういう方向性は十分考えられるなというふうに思っていて、例えばそれを飲食というところに関しても、飲食店向けに今彼らレジシステムみたいなものを出してるんですけど、じゃあそこのデータを使って飲食店向けに融資をするというようなことも十分考えられるなと思っていて、まあこういういわゆる金融プレイヤーじゃなかった人たちが、ただサービスとあとはユーザーをたくさん持っているところが金融機能を提供してくるっていう流れは出てくるなというふうに思います。ということで、ちょっと足早ではあるんですけど、個人向けフィンテックが今後どういう方向性に向かっていくかっていうと、アクセスを向上していって、より多くの人に金融サービスを提供していくという方向、あとは今まで大量生産されてたものを個人のレベルでの最適化と、あと時間っていうレベルでの最適化をしていく、あとはいわゆる金融サービスとして独立するものではなくて、サービスとして組み込まれていくって、この大きな3つの流れがあるかなというふうに思います。あと、まあ、この3つの流れってそれぞれ独立したものじゃなくて、もちろん全部がいろいろこう組み合わさってはくるんですけど、まあ、要素としてこういう方向性なのかなというふうに私は思ってます。あと最後に、ちょっとアンバンドリングっていうお話を先ほど、申し上げましたが、じゃあこの後どうなるのっていうお話を、ちょっとこれ私の予想でしかないんですけど、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。ありとあらゆる業界を見たときに、やっぱアンバンドリングとリバンドリングっていうのは、まあ、交互に来る波かなというふうに思っています。例えば音楽でいうと、もともと CD っていうものがあって、 CD ってまあ1枚にこう10曲とか12曲とか、まあ、バンドルされた状態だったと思います。それが、例えば iTunes が出てきたことによって1曲99円とか100円で買えるようになりましたと。で、ただ今まあ、見てみますと、まあ、Apple Music で月額1000円かなで音楽聴き放題だったり、この前日本でローンチを発表した Spotify みたいなサービスが出てきたり、またリバウンドルされていくっていう動きが出てきていると思います。これ例えばニュースみたいなのとっても同じことが言えていて、もともとニュースってその新聞雑誌
っていう紙メディアでバンドルされた状態で提供されてました。それがインターネットが出てきたことによって自分の読みたい記事だけを読むオンラインメディアがいろいろ出てきました。でも一方で今そのいろんなサイトに行くのめんどくさいからということでニュースアプリというものが一昨年ぐらいから非常に伸びてきていて、ニュースアプリを開けばありとあらゆるまあオンラインメディアをアグリゲートした形で読めるようになっている。これもまたリバンドルの動きかなと思います。でも同じことが金融でもアナロジーが言えるかなと思っていて、もともと銀行が全てバンドル化した状態で提供していたものを今フィンテックがアンバンドルしているタイミングだと思います。でこの先どうなっていくのかっていうのは、まあ、もちろん誰にも確実には分からないんですけど、大きく2つの方向性があると思っていて、まあどっちが誰がバンドルするのかっていう、まあ、リバンドルの流れは必ず来ると思うんですけど、それが誰がするのかっていうのは、大きく2つの方向性があるかなと思います。1つがまあ金融機関が、もう一回自分たちでリバンドルしていくっていう方向性に行くのか、ちょっと左ちょっと分かりにくいんですけど、IT 企業をイメージしてますその IT 企業がリバウンドしていくっていう、そういう流れになっていくのか、まあそのどっちかかなというふうに思います。でこれはもしかしたら国とかその市場に応じてどっちが最終的にそこを取っていくのかっていうのは変わるかなと思います。例えばですけど中国の例で言いますと、結構その IT 企業側がやっぱり力を今持ってるなと思っていて、例えばこのアントフィナンシャルっていう、これアリババが3分の1ぐらい持ってるアリババ傘下の会社ではあるんですけど、ここがアリババのユーザーとかをレバレッジ聞かせながらありとあらゆる金融サービスを今提供しています。例えばそのアリペイっていわれるまあ決済サービスの、もともと 4.5 億人ぐらいユーザーがいるんですけど、まあ、それを使いながら例えばその資産運用サービスも提供していて、こちらも今一応彼らの話だと 1.5 億人のユーザーがいて、まあ、11兆円の預かり資産があるというような状態。あとはまあファイナンシングという意味で言うと、中小企業向けのローンというものも300万件実行しているとか、まあ、かなり彼らがそのリバウンドルというものを引っ張っていってるなというふうに思います。でアメリカにおいても日本においてもまだまあそのこういうIT 企業が全部取っていくみたいな動きは出てきていないかなというふうに思いますが、十分可能性としては考えられるなというふうに思います。でまあ、実際アメリカは、これ JP モルガンの、JP モルガンチェイスの CEO のジェイミー・ダイモンさんが言ってましたけど、シリコンバレーが来るよと。一番の脅威は、他の金融機関っていう競合ではなくて、テクノロジー企業がそれこそ全ての面を取っていくっていうような、全ての銀行機能をいずれ集約して持っていってしまうっていうようなことに危機感を抱いていて、今そこに対していろいろ戦っているという状況です。で日本においてもいろいろ規制とかもありますし、そう簡単にはIT 企業が全部取るみたいなことはできないとは思うんですけど、既存の大手金融機関のその連携だとかフィンテックサービスへの、積極的な姿勢みたいなのがあまりないと、いつの間にか、例えば中国で起こっているように IT 企業は全部持っていくってことも十分に考えられるかなと思います。まあ、そこはこれからのここから数年の動き次第かなというふうに思います。まあ、ということで、フィンテックは、ご存知の通り金融の各分野とテクノロジーによる変革で、本質はアンバンドリングだと思っていますと。で個人向けの進化の方向性って意味で言うと、大きく3つあると私は思っていて、アクセスの向上、あとは最適化、あとは透明化っていう動きがこれからどんどん加速していくだろうなと。あとはその先に何が起こるのかっていうと、他の業界でも起こったのと同じようにリバンドリングっていう流れがまた起こると思ってます。で、リバンドル後、最終的にそのもう一回リバンドルするプレイヤーは誰なのかっていうのは、これからの大手金融機関がどれぐらい本気になってそこに取り組んでくるか次第かなというふうに思いますし、それは市場によってもしかしたら最終的に勝つプレイヤーっていうのは変わってくるかなと思います。はい、ありがとうございました。じゃあここからは、パネルディスカッションということで、3社3名の方にいろいろ質問していきながら、フィンテックの最前線を探っていきたいというふうに思います。まず最初に、皆様の、自己紹介と、あとは各社どういうことをやっているのかというものの紹介を兼ねてですね、5分間の、ピッチといいますか、ベンチャーのところピッチって言って自分の会社のアピールみたいなのをするんですけど、それをやっていただきたいなというふうに思います。で一応5分厳守で、私タイムキープもしますので、
過ぎた場合はそこで打ち切りとさせていただければと思いますので、はい、厳しくいきます。スライドの方準備をしますか。はい、じゃあ最初は、MFS の塩澤さんからよろしくお願いします。いいですか。大丈夫です測られると緊張します逆に、はい、1分前で言います。はい、それでは初めまして、 MFS の塩澤と申します。よろしくお願いします。で我々ですね、何をやってるかと言いますと、住宅ローンに特化したフィンテックのベンチャーです。で、ここに書いてある通りですね、2つのサービスがありまして、1つがモゲチェックという住宅ローンの借り換えアプリで、もう1つが、対面でのコンサルティングサービス、モーゲージネクストっていう、この2つをですね展開しております。でですね、で我々がやっている、フォーカスしている市場っていうどこかと言いますと、借り換えですね。まあ平たく言いますと、そのマイナス金利でですね、今金利がすごい下がっていると。であるがゆえに、過去高い金利で借りている人、こういう人がですね、今借り換えると数百万単位のお得になると。でそれをいかにスムーズに、実現するかというところでですね、いろいろとサービスを考えていると。で残念ながらですね、一言に借り換えといっても、結構ハードルがあると。でここに書いてある通りですね、一つ目がですね、そもそも借り換えでどれぐらいお得になるのかっていうのが、簡単にわからないっていうところで、次にですね、その借り換えのメリットが分かったとしても、ローンを決めるっていうのが大変っていうところですね。全国にですね120銀行があって、ローンは1000本あるんですね。でそこから1本選び抜くのっていうのは大変ですと。で最後に手続き、住宅ローン借りられてる方ってはよくご存知だと思うんですけど、結構ペーパーワークが多いんですね。住民票を取りに行ったり、課税証明書取りに行ったり、うんぬんかんぬんと。で結構挫折する人が多いと。で実際ですね、借り換えで100万円以上お得になる人っていうのが600万件いると言われてるんですけれども、実現できているのは15万件しかいないと。でこういったフリクションをですね、下げるために、モゲチェックという、借り換えメリットが分かるアプリと、モーゲージネクストというコンサルティングサービスを立ち上げたと、こういった次第ですね。でこのモゲチェックですけれども、ちょっとこれ宣伝になるんですけれども、日経トレンディの11月号ですね、でマネー部門で対象いただきまして、非常に簡単な操作で借り換えメリットが分かるというところがですね、評価いただいたというところでございます。でモーゲージネクスト、これは対面でのコンサルティングサービスです。でこちらはですね、借り換えメリットがあるお客様に、ご来店いただいて、プロの、コンサルタントが、1000本の中から1本選び抜き、その後の、いろんなペーパーワークとかも含めてですね代行すると。で実際結構実績も上がってきてですね、開業して半年なんですけれども、300名ぐらいの、ご来店がありまして、ご契約いただいている住宅ローンの元本、今までの累積30億と。で平均の削減額ですね、300万円ということで、いかにほったらかしている人が多いのかということなんですけれども、こういう形で着実にですね最適な住宅ローン選びというところに、お手伝いをしているというところです。でこれはですね、最後に、我々がどういうことをやっていて、どういう世界を目指しているのかっていうところをちょっと最後にですね、ご紹介できればと。一言で言うと、我々住宅ローンのプラットフォームになりたいなっていうふうにちょっと考えています。でそのプラットフォームって何かと言いますと、ここのその円のサークルに書いてある、いろんなその個人情報ですね、借り手の情報、個人信用情報であったり、不動産の情報、要は銀行の審査に必要な情報というのを一箇所にギュッと集約すると。でそうすることで、お客さんからするとですね、 MFS に相談すれば、自分がどの銀行に通るのかっていうのが分かると。でその中で一番条件のいい銀行を選べると。で一方銀行からするとですね、これはこれでメリットがある話で、要はですね、審査基準に通るお客さんだけを送客してもらうと。いや、うぞうむぞうが申し込んでですね、審査で落とすっていう、無駄な作業をですね、減らすことができる。かつ、マーケティングっていうところもですね、我々が代わりにやると。住宅ローンっていうのは結構そのアナログな市場でですね、紙とファックスみたいなところがあるんですけれども、こういうテクノロジーを活用してデータを一箇所にギュッと集めることでですね、非常に効率的な市場っていうのが作れると。でそれを我々はですね、住宅ローンという超巨大な
1200万件180兆円の、まあ、超巨大な市場で効率化をやると、まあ、そういったことをですね目指して日々、まあ、取り組んでいるというところでございます。はい、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ちょうどでしたね。15秒残しでした。次は、北澤さんお願いします。お金のデザインのピッチをじゃあスタートで。あ、これですね。ちょっと待ってください。はい、改めましてこんばんは。お金のデザインの北澤と申します。よろしくお願いいたします。先ほどエメレさんからも少しご紹介いただきましたけれども、私たちの会社はテオというブランドネームで、ロボアドバイザーというサービスを展開しています。ロボアドバイザーお聞き及びない方もいらっしゃると思いますが、スマホで簡単に資産運用をお任せできるサービス、そういったサービスでございます。そこの左側にちょっと映っていますけれども、あんな感じでスマホで簡単に、今まで、プロの投資家であったり、あとは富裕層と呼ばれるような方々だけが、ある意味使えていたようなサービス、これをテクノロジーの力でいかに簡単にどなたでも使うことができるのか、こういったことを元にサービスを作って展開している我々です。今40人ぐらいなんですね。今年2月16日に手を本格始動しましたけれども、で私は金融機関であったり、あとは初めは弁護士だったりもするんで、ちょっとファイナンスフィンテックのフィンの方出身なんですけれども、今いる40人のうちの半分が金融機関出身 で半分がですね、例えば Google とか LINE とかそういったそのウェブ系企業であったりとか、技術系の人間だったりもします。でここがやっぱり重要かなというところなんですね。フィンテック、これもファイナンスだけではなかなかできない。やっぱりそれも一般の方向けの C 向けサービス、それもウェブサービスになるとすると、やっぱり重要なのはいかにそのユーザーの視点でサービスを作り上げることだったりします。だからこそ Google の人間とかクックパッドの人間とか、こういった人間がですね、いかにそういうサービスを作り上げるかをもう日々考えているという、そんな状況でございます。プロの資産運用、誰でも簡単にスマホでということで、後ほどですね、ちょっと名刺交換させていただく際にも弊社の人間ブースをちょっといただいておりますので、もしサービスにご興味あられる方はですね、ぜひぜひ岡という人間参っておりますので、お話しさせていただければと、そんなように思っております。もうすぐに資産運用の診断とかができてしまいますので、よろしくお願いします。で資産運用、非常にハードルが高いっていうところがあると思っております。私自身どうでしょう、確定拠出型年金以外資産運用実はしていなかった人間だったりもします。でどうして1700兆円もあるその個人の金融資産、この半分以上が銀行預金にあるのかってよく言われるんですね。でこれ投資教育が足りないのかとか、米国はリテラシーが高いかとかって言われるんですけども、我々は実は潜在的ニーズはあったんではないかなというふうに考えるんですね。なんですけれども、今までの資産運用サービスに自分に合ったものがなかった、何かハードルが高かった、距離感が少しあったというところが根底にあるんだというふうに思いました。これ2000人を対象にアンケートを取ったんですね。資産運用に対して何を重要視するか、過去の運用のパフォーマンスであったりとか、ウォーレン・バフェットが運用しているかとか、そうではないんですね。簡単にリスクが低い、手数料が安い、少額から運用できて、でいつでも始められて解約できて仕組みが分かりやすいって、結構当たり前のことなのに、こういったことを重視しているということは、我々は翻ってはこういったサービスが今までなかったんじゃないかなというふうに思ったんですね。ですのでこのロボアドバイザーというサービス、特にこのテクノロジーを使っていかにこうユーザビリティを上げるかというところ、エミレさんも先ほどおっしゃっていましたけれども、やっぱりこうアクセスが容易になったりとか、すごく使い勝手が良くなったりとか、透明性が高くなる、こういったことがやっぱりフィンテックの強みだというふうに我々も考えます。そんなことでどういったサービスなのかというとですね、資産運用診断、これもただでいつでもどこでもスマホでできます。なんかこう資産運用ってどうしようかっていうと、支店の窓口問い合わせて、平日ちょっと時間取って相談してなんて、そういうことはやらないんですね。我々このテオのサービスを最初に開始していた、この資産運用を開始していただく時間帯っていうのを追ってるんですけども、結構例えば7時から8時の時間帯とか多いんですね。朝のこれ通勤時間の電車の中でおそらくやっていらっしゃるんだろうと思ってます。こういうようにその行動様式がどんどん変わってるっていうところですし、あと10万円から始められるっていうところも結構重要なポイントかななんていうふうに思っています。
で、そんなサービス始めても14万人の方々がこの運用サービスの最初に運動診断を体験していまして、で1万人の方がもう申し込みをしていただいているというところで、で最後のページなんですけれども、ここが結構重要だと思っています。実は20代30代40代の方でも9割近くを占めておりまして、でユーザーの半分以上が資産運用したことがない方なんですね。ですので、いかにやっぱりこのフィンテックの力で今まで資産運用しなかった方々がどんどん資産運用を始めることができているか、これがやっぱりこのフィンテックの力なんじゃないかなというふうに思っています。以上になります。ありがとうございます。最後に滝さんお願いします。滝さんはフィンテック研究所の所長もされている、本当にすごく詳しい方ですので、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。私なんかいきなり会社じゃなくて自分のピッチみたいになってるんですけれども、マネーフォワードの滝と申します。私もともと野村証券に累計7年ぐらいいて、皆さんと同じように MBA を2年間その間で取り、で定石に乗ってですね、辞めで本当にマネーフォワードの私自分で登記簿を出した人間、登記簿というか会社を作った時に実際に手続きもするくらい最初からいた人間でございます。でちょっと簡単に当社の本当に略歴でございますけれども、生まれて4年半の会社でございまして、でもともとはですね、やっぱり家計簿をやる会社としてスタートしたんですけれども、いろんなこう会計ソフトであるとか、あるいはいろんなフィンテックソリューションといったところをですね、やっていますと。でつい先日増資発表して大体50億円弱ぐらいを今までレイズして、今、メンバーとしては220人ぐらい田町にある本社でやっております。この3人の中で唯一ですね、グロービスさんにお金を入れてもらえなかった会社でして、昔高宮さんにすごいこう高いねって言われたことがありました。でもユーザー全くいない頃に一回高宮さんにすごい失礼なピッチをしに行ったことがあります。でですね、当社の家計簿で始めた会社でございます。ちなみにこの中で家計簿をご利用いただいている方ってどれぐらいおられますでしょうか。全然当てませんので、今手を挙げていただいた方はですね、将来幸せになれる方々でございまして、ね、なんでかというとですね、シンプルでして、だいたい年間というか月間で1万円ぐらいですね、使い始めると節約ができるようになるという、ほんまかいなみたいな感じなんですけど、これ本当でございまして、要はですね、皆さんおそらくPFM サービスとかを使う前って絶対家計簿続かなかったと思うんですよね。で我々は人間を初めて体重計に乗せるんだみたいなミッションをですね、ちょっと考えていまして、やっぱり初めて体重計に乗るとちょっとモヤモヤと思うものがあるんですよね。で次やっぱりいきなり痩せようって思うんじゃなくて、まず体重計に乗ってモヤモヤと考えるとですね、人間は賢いので次にどうすればいいか考えるんですね。我々はそのメリットをですね、存分に使いながらですね、そこをですね、進めているという、そういう会社でございます。おかげさまで先日400万のユーザー様にですね、入っていただいたというところでございます。やっぱりなかなかですね、家計簿って続かないものなので、それが初めて続くとそれだけで結構皆さん満足してくださって、でそれだけで皆さんですね、プレミアムの500円を払っていただいてですね、でなんとプレミアムの500円払うとですね、先ほどのこの1万円がですね、2万2000円になるんですよね。なのでやっぱりですね、こういい体重計に乗るともっともっと痩せれますよみたいなですね、そういうピッチをしております次第でございます。でもう一つがですね、MF クラウドシリーズという、これは企業会計だけではなくですね、企業のバックオフィス全部をですね、めちゃくちゃ楽にしてあげようという、そういうサービス群を展開しております。よくですね、経理の仕事とかされたことがある方とかはお分かりだと思うんですが、やっぱりペーパーワークとかですね、手でやる仕事がこの領域はまだまだ多いんですね。で、我々はそこをいろんなクレジットカードとか電子マネーとか、銀行の API であるとか、いろんなですね、データソースを効率的にまとめて、でまたそれをこう勝手にですね、できるだけこう自動化した形で処理をしてあげるということで、経理部の皆さんとか総務部の皆さんが早く帰れるどころか失業できるようなですね、そういうサービスを作っていきたいというふうに思っている次第でございます。でこちらも本当に家計簿と似ているんですけど、やっぱり本当に楽にしてあげると人間は喜ぶんですよね。なので
ので我々はよくフィンテック企業とか呼ばれるんですけど、あんまり実は自らですねフィンテックというよりは本当に総務部で苦しんでる人をですね後ろからじっと見てですね、でなんで苦しいんだろうっていうのを考えてものを作るというのを結構重視して作ってきたという、そういう会社でございます。でまあこのチャンネルというかですね MF クラウドシリーズ自体はですねやっぱりそんな簡単にですねこう既存の会計ソフトをじゃあ社長便利だから変えましょうっていうのはそんな簡単な話ではないんですね。なので全国の税理士先生とかにですねやっぱりこうご協力を仰ぎながら、あのやっぱりユーザーさんとしてですねこういうプロの方がこう板前さんが使ってくれるような包丁になることでですね、でそれを主婦のですねお手元にお届けするみたいな形でビジネスを広げていきたいなという形でやっている次第でございます。ぜひあのいろんなですね職種も募集しておりますので、ご関心ある方はどうぞあの後ほどよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、皆様ありがとうございました。じゃあ、 あのそれぞれのサービスが、どういうものかというものを、まあ、深く分かったこれからあのいろいろ質問させていただきたいと思うんですけど、まあ、各社あのステージも違えば領域も違います。一方で、まあ、皆さんすごくサービス伸びてるんですね。でその何が最終的に、顧客として提供できているのか、そのなんで伸びているのかっていうのをちょっとお伺いしたくて、要は安いからみんな使っているのか、それとも、まあ、便利だから使っているのか、それともなんか別のものなのか、そのなんで皆さんに、まあ、いろんなどんどんユーザーに使っていただいているのかっていう、そのドライバーっていうのをちょっと教えていただいていいですか。ちょっと僕は最初にマイク取っちゃったんでなんかいいですか。そうですね、僕の場合何が刺さっているのかっていうと、一言で言うと安心だと思うんですね。すいません、なんかこうフィンテックなのにすごい泥臭い話をしたって申し訳ないんですけれども、要は何かというとユーザーが一体どういうお客さんなのかっていうところがやっぱりこう考えるべきポイントかなと。で住宅ローンの場合ですね、基本的に皆さん一言で言うと素人なんですね。住宅ローンにプロっていないんですよ。要は毎月金利チェックして変動金利は今月ソニーがいいぞとか、10年固定をリソナがいいじゃんみたいな、そういう人っていないんですよ。基本的に皆さんはもう家を買うときに住宅ローンを、まあ、業者提携ローンとかで選んで、その後放置なんですよね。だからそういうこう素人の人に対して一体何が響くんだろうかっていうのをですね、我々はすごく考え抜いた。その結果は安心です。つまりプロに相談できるとか、まあ、その後の手続き全部お任せできるとか、あとですね、我々やってるのがマンスリーレポートっていうのがあって、完済までですね35年間毎月借り換えのタイミング、それが出たらお知らせするマンスリーレポートっていうのを出してるんですね。でこれは何かというと、もう完済まで放置してくださいと、で動けばいい時だけ我々も動いてくださいって言いますっていう、そういうサービスをやってるんですね。なのでやっぱりそのテクノロジーってどちらかというと僕はハウロンだと思っていて、やっぱ本質的なところっていうのはやっぱ安心っていうところ、まあ、ベタな回答になっちゃうんですけれども、そこが一番刺さってて、やっぱりこう多くの方にご利用いただいているのかなっていう、なんかそんな気はしますね。そうですね、フィンテック一応に言われるのは誰の何の問題点を解決するのかっていうところにやっぱり尽きると思います。技術が先行して、でこういったすごいものを作ったよと言っても誰にも使われてなければしょうがないという話だと思っているんですね。ただ難しいのは本当に、例えば今のお話があったみたいに、皆様方こうもう住宅ローン全く考えなくて、そこにすごく損している何百万円というのがあって、でもそこに目に見えるものがあるから解決しよう、これも非常に素晴らしくて、でもう皆さんも分かりやすいところだと思うんですけども、資産運用って実は誰のどこの問題なのかなっていうところっていまいち見えにくいと。でまず我々いわゆる運用アルゴリズムというのを作って、で一応こうウェブで使えるようなサービスを2014年に1回作ったんですね。でいろんな方に聞きました。で結構運用これモデルはこだわりまくったので、例えば企業の一般企業のその予資数億円単位のお金を預けいただいたりもしたんですね。あといわゆるこう富裕層の方が、うん、確かに僕がプライベートバンクで払っている手数料から考えるとこっちの方がいいよね、だからボンと預けるよって数千万のお金を預け入れたもいただいたりもしました。でそこって結構目に見えやすい、今までのサービスと比べてこっちの方が安いよねみたいなところなので、そこなのかななんていうふうにも少し思ったりもしたんですけれども、やっぱり僕らそのフィンテックって
というのをやっているにあたっては、もっと世の中ちゃんと変えてみたいと、見えないニーズとか潜在的ニーズっていうところがもしあって、でそれを我々のサービスで掘り起こすことができて、でそこでもっとガラッと人 の, こうあの行動様式が変わったら、それって面白いよねみたいなことをみんなでやっぱ考えたんですよね。でそこで先ほどお見せしたようなそのアンケート結果っていうのがあって、実は20代30代毎年40代の方々で、今まで資産運用なんて実は考えていなかったような方々って、したくないからやってないんじゃなくて、やるチャンスがないからやってなかったんじゃないかと。だからこの潜在的ニーズってどうやったら掘り起こせるかって言ったら、やっぱりこうハードル下げてユーザビリティ上げるかだったんですよね。でやっぱりここってすごくプロモーションとかが重要で、あの弊社ですと Google 出身の人間とかが、そういう今までなかったもの、例えば YouTube って日本でなかったものをどうやってこう皆さんに使っていただくかみたいな、そういうことを経験がある人間が、あのテオっていうブランドを作って、でこう皆さんにこうウェブでマーケティングして、でそうしたらやっぱりそこにこうした方がすごく多かったんですよね。なのでサービスローンチしてから8ヶ月ぐらい経ったんですけども、目に見えてその今まで資産運用したことがなかった方が使ってくださってるんだなというふうに思います。マネーフォワードのケースを今ちょっと考えてたんですけれども、住宅ローンという商品であるとか、あるいはまあ投資信託とか運用ラップっていうものに比べると、その有料の家計簿っていうのはですね、世の中で圧倒的に存在してないサービスなんですよね。あの2010年以前の世界を考えた時に、いや家計簿になんでお金払うのと、わざわざ節約するものにお金払ってどうするんだっていうのは結構よくある理論でして、でまあそれにちゃんと贖えるロジックってなんだろうってずっと考えてたんですね。アメリカにミントという、まあ、一つ創業するときにかなり参考にしたサービスがあったんですが、これ無料の自動家計簿だったんですよね。無料で何かクレジットカードとか推奨して、そこからマネタイズするってモデルだったんですが、ちょっとなんか我々がやりたいモデルとも違うよねと思っていた中で、結局ですね、やっぱりアメリカ型の無料モデルっていうのはよくわからんし、で我々そこで間違った決定を一歩して、なんかみんなで家計簿をシェアできたらいいんじゃないかというとんでもない発想に行ってですね、で実際に登録したらこう、まあ、社員とかですねテストユーザーの全員の資産がランキングで見れるっていう、そういうのやったらですね、これひどいことになりまして、二度と使うかってこう友達ごと失い、ユーザーどころじゃなくて友達を失うようなですねモックのサービスとかを作りかけた中で、我々はですね、多分なんで伸びたのっていうと、多分失敗したからとしか答えられない部分があるなっていつも思っています。でやっぱり失敗しつつも、やっぱり失敗するとまあ次にやっぱり共有型家計簿はやっぱりやらないんですよね。で次にやっぱりそうじゃないこう、まあ、やっぱりユーザーが本当に欲しいなと思わないものをなんかやっぱりこうどんどん避ける回避能力が高まっていってですね、でできるだけ失敗したくないよと思ってユーザーさんの声をずっとこう電話とかですねメールとかで聞き続けて、私創業1年目の時2013年の間1万2000通ぐらい自分でメール打ってたんですよね。なので当時当社のサービスにフィードバック くださった方は滝って人から普通に全員返信がいってるんですよ。でそれはすごく不安だったんですよね。失敗次またなんか同じような変な家計簿自分は作ってないかなっていうのはすごい不安だったので、不安だったので失敗したくなくて、それをずっといろんなことを試して なんか気づいたらユーザーさんが増えてたっていう、そういう感じですね。今その、まあ、皆さんその面白かったのが、その、まあ、すごくそのユーザーさんのフィードバックを受けながらそのユーザーに受け入れられる使いやすいものを作っていくっていうのと、あとはその、まあ、北澤さんがおっしゃってたのが潜在的ニーズを掘り起こす、まあ、そのために、なるべくハードルを下げていくっていう、塩田さんは安心感というところで、なんていうかそのテクノロジーバリバリっていう感じではあんまなくて、どちらかというとその、まあ、なんていうんでしょう、そのある意味泥臭い PDCA 回しながら本当に使いやすいものを、安心できる形で提供していくっていうのが結構、まあ、今の3人に共通していたところかなと思いますし、僕らも結構市場を見てて、そこは例えば投資判断の時もすごく見ていて、なんかその例えば AI 使ってなんとかだとか、そのブロックチェーンでなんとかっていうのは確かにキャッチーではあるんですけど、別にキャッチーなことで人はお客さん最終的にお金払ってくれないので、最終的に今まであったソリューションと比較して、これって本当にお客さんがお金を払って使えるようなものなのかっていうものを結構見てますし、経営チームにそっち側の視点を強く持っている方
ことに、まあ、僕らとしては投資の時に大きな比重を、置いてます。あとはちょっと次お伺いしたいのは、まあ、ちょっとこれ、まあ、今日 2,3 割の方金融機関関係者ではあるとは思うんですけど、あえてお伺いしたいのはですね、あの、まあ、皆さんのサービスがこうこれからまあどんどん普及していくっていった時に、まあ、既存の金融機関をリプレイスしていくようなものなのか、そうではないのかっていうのを、ちょっとお伺いしたいなというふうに思ってます。ちょっと今度は滝さんからよろしいですか。そうですね、あの、ま、マネーフォワードはですね、一つ当社のミッションがお金のプラットフォームになるっていう表現で創業した会社なんですね。で、あの、まあ、例えば友達というか旧交を温めるのは多分 Facebook がありますし、まあ、海外で転職をするならまずリンクドインに登録しますし、まあ、今晩の何作ろうかな言ったら、まあ、クックパッドを見るんですよね。で、なんかそういう時にお金の悩みってで、なんかこう普通にですね、なんか変動固定どうすればってやって、なんかヤフー知恵袋とかが当たっても多分そこには答えはあまりないことが多くてですね。で、なのでやっぱりご自身のデータを多少預けることで、なんかマネーフォワードが吉田にですね、今日すればいいこととかこの週末すればいいこととかを全部なんかファーストフードみたいに教えてくれるといいのかなっていうふうに思っている世界観がありまして、なのである意味あの、まあ、ボトムアップからあの金融の在り方を変えたいという意味では、私たちは動線をリプレースしたいっていうふうに思っているのは事実だと思うんですね。で、これはまあ別にフィンテックであるからというよりはインターネットというのはそういうものかなと思っていまして、よく CRM って言葉があるじゃないですか、クライアントとかカスタマーリレーションシップマネジメントで、これはサービスを供給する側がクライアントに対してどういうコミュニケーションを取ってどういうリテンションをまあ図っていくかっていう議論だと思うんですけど、まあ、数年ぐらい前からあの VRM っていうのベンダーリレーションシップマネジメントっても完全に真逆の発想なんですよね。個人が自分が欲しいものに対して、例えばあいみつを取ったりとか、自分があのこう RFP を出してですね、こういうものに応えてくれる人誰みたいな形で金融機関とか住宅の会社とかが応察してくるような、そういうパワーっていうのがインターネットにはあるんだろうなと思っています。なのでそっちを目指しているというのは、多分我々はというか、まあベンチャーっていうのは基本的にそういうところを狙うことが多いのかな、特に B2C のケースだと思っている中では、我々は動線はリプレースしたいと思っているのは事実である一方で、実際に金融サービスを提供するっていうところの側面は、あの多分免許業にしっかり入らなければいけないとかですね、あとは そこでしかやっぱり提供されえない専門性っていうのはあると思うんですよね。なのでなんかこう選択の軸を真逆にすることは我々がとてもやりたいことだと思っています。で、それを本当のディスラプションと呼ぶのかリプレースと呼ぶのかっていうのはちょっと難しい話だと思っていて、結局いいサービスは大手が提供していたりってケースもあったりしますし、なんかそのただなんかこう軸をぐるっと変えたいなって思っています。結構その入り口のところを取って、はい、そのまあユーザーが真っ先にマネーフォワードを開いて、はい、そこからどこか別の金融サービスへ飛んでいくっていう、そのような動線のイメージ。そうですね、まあ、やはり当社に最初にとりあえずご自身が持っている不安であるとか、あるいは何が欲しいんだよっていうその好みのデータをやっぱりインプットしてもらえる場所、あるいは勝手にインプットされている場所にしていきたいなという思いがあります。私は端的に言うと共存関係だと思うんですね。で、あの今金融関係にお住まい、あのお勤めの方も機関にお勤めの方もいらっしゃると伺いましたけれども、私もあの前職はあのモルガン・スタンレー証券で、あの三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券っていう JV になって、結構あのリテール部門とかも見るようになったんですけれども、そしてやっぱ組織の中にいると、あれここってなんかマージン取りすぎじゃないかなとか、ここって古いよねとか、まあ、ある意味ここってプラットフォームビジネスでみんなで守りに行こうとしてるよねみたいなところってあると思うんですけども、そこで問題意識を持ったとしても、それを例えばその組織の中にいて、これ違うんじゃないですかって言ったら、あの、まあ、左遷されるのがオチというかですね、なんでうちの利益に真逆なことやるのっていう話にはなると思いますし、まあ、5年10年スパンを見てそういうことって必要ですよっていうのは景気部門の人間として提言することはできても、なかなかそれをアクションプランに導入するってのは難しいと思うんですよね。で、それって結構まあ当たり前のことで、やっぱりこうあの企業コングロマリットになれば既存のビジネスっていうのがどん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 できてきて、でそこの利益っていうのを図らなきゃいけないっていう企業倫理がある中で、なんでその真逆ができるんですかってなかなか難しいと。
っていうところで、やはりそのやっぱジレンマに陥るところはですね、そういったところはやっぱり私たちみたいなそのスタートアップ企業がやっぱコンフリクトなくて、こういうアイデアってもう鼻からあるところを、うん、これちょっともう直しましょうよと、身軽な人間がやっぱ会社がやりますよっていうところに、やっぱりそのフィンテックのその企業の専門性というか存在があると思うんですね。で、あの先ほどあのシリコンバレイズカミングってあのジェイミー・ダイモンの2015年の4月かなんか の書簡の話ありましたけれども、先日私あのサンフランシスコに行って、であのフィンテック系の非常に大きいあの成功している会社の CEO と話をしている中で、ジェイミー・ダイモン、あの最近あのシリコンバレーモーデをしてるらしくて、むしろジェイミー・ダイモン・イズ・カミングみたいな声が結構らしくてですね、で何をやってるかっていうと、最初はもう何かをよっかわかんないやつがどんどん来てるよっていう中 で、まあ、ジェイミー・ダイモンなんか結構早いので、これちょっとやばくないって言ってこう警鐘を鳴らしたんですけれども、彼としてはなるほどと、やっぱりあのいかにテックカンパニーとか結構ね JP モルガンとか GS とか最近言っててもすごくこうイノベーティブなこととかプログラムソルビングオリエンテッドな人たちってエンジニアってやっぱシリコンバレー行くらしいんですね。でやっぱそこでコンフリクトがない、利益相反がない、自由な立場で新しいことをどんどん作ろうよみたいなところっていうのはなかなかやっぱ大企業ではできないと。そうすると何をするかっていうと、じゃあみんなもシリコンバレーに来て今どんなアイデアあるのと、で面白そうだったらまあ、出資してもいいし、場合によってはもうサービス取り込んでもいいし、いろんな形で協業しようよっていうことで、今はその大手の金融機関とシリコンバレーのなんか面白い補完関係ができているっていうのが現状だよっていう話を聞いて、なるほどなと思うんですよね。で私たちも例えば地方の金融機関の方々と連携とかっていうことをあの最近も発表してるんですけども、そこでもその地方の金融機関特有の悩みとかこういうことがしたいんだっていうニーズって実はあって、で事故ではなかなかそれができないけれども、我々と組むことによって例えばこうロボアドバイザーを使って、地方の銀行 その顧客層にいろんなこうサービス展開したいんだと。今までって投信とか政府とかしか売れなくて、それも窓口の人たちってなかなか全部の商品覚えられないから困ってるんだよっていうところに、じゃあ私たちがそのタブレットでその販売用にその銀行に来た方々へのアドバイスができるようなそういうソフトウェアを作りますから、それでじゃ あの提案をして、で資産運用は例えばテオに任せるってどうですかみたいな話というのが結構うまくがっちりつかあの組めることができたりもするんですよね。なのであのなんていうのかな、別にフィンテック企業が既存 あの企業金融機関とかをリプレイスするというよりは、やっぱり今後リプレイスせざるを得ないサービスっていっぱいあると思うんですよね。で他のテクノロジー業界ってもうそれすでに起きていて、で別になんか何でしょう、あの政府がすごくアマゾンを後押ししたわけでもないけれども、今はその実際のフィジカルな書店よりもどんどん皆さんアマゾンを使うようになってきているわけですし、まあ、サンフランシスコなんてもう本当にタクシーいないんですよ。もうみんなウーバー使ってるみたいな状況って、なぜかっていうと、技術がそれを容易にして、でそれをやっぱりそのエンドユーザーが選んでるからなんですけれども、なかなかどうしてやっぱり規制業種としての金融サービスってそういったなんかこうラジカルなことが行われなくって、本来的にはもっと簡便だったりとかユーザーにとっていいサービスがあるんだけれども、なかなかそれがあの既存の業界からは出せれないっていうジレンマがあるので、そこを我々みたいな立場の会社がどんどん新しいものを提案していくって、それをこうそうするとサービスがあの置き換わるだけであって、別に既存の金融機関に我々がその我々が野村証券に勝とうなんていう話では全くないっていう、そういう我々位置づけをしています。あのまさにお金デザインさんこの前発表されてた通り、その今全国の地銀さんの有力な地銀さんと今資本提携をされてますけど、まあおっしゃった通りでその提携っていう方向性が進んだ時に、最終的にその金融機関側の役割っていうのは、まあ、何になっていくのか、そこの彼らが最終的に握っているもの、フィンテック企業ではできないことってどういうことになるんでしょう。やっぱりですね、あの例えば私たちそのスマートフォンであの全く人の手を介さないで申し込み資産運用の手続き全部できるっていうサービスなんですけれども、でそれに対してあの非常にラジカルだって、いつでも始められるし、で支店に行くのなんて面倒くさかったし、だからいいよね、でコストも安くていいよねって思う方と、やっぱり人がいないとちょっと落ち着かないよって人っているんですよね。やっぱりそういう意味では、これあの全米のギャロップサーベイでもあのロボアドバイザーに人 あのそのヒューマンアドバイスって全くいらないですかって質問すると、意外と多数の方々がいやいやちょっと人の力いるんですけどとか、担当者がいた方が安心するよねっていうのってあったりもするんですよね。そのあたりってやっぱりこうまだヒューマンタッチっていうのは重要だったりもしていて、
で地方の金融機関ってやっぱり一番何が強いかっていうと、ずっと地域に根ざして何が起こってもうちの銀行っていうのは中小企業であったり地方にお住まいの方々の財産って守りますよってずっと やり続けたっていう、そののれんとか信用っていうのってすごくやっぱ確固たるものがあって、でそこをやっぱり確固たるものにしているのはその地方金融機関の販売員だったりもすると思うんですよ。なのでそのロボの、テオのロボアドバイザーの技術とか、その運用エンジンっていうその運用そのものは使ってコストは抑えつつ、でも窓口の担当者を介してそれを販売するとかで、何が変わった時には窓口の担当者にまず電話したりとか相談に行けるっていう、そういうことってありだと思うんですよね。なので、まあ、ヒューマンタッチの部分は最終的に残りますし、別によろず相談っていう意味では融資だってあるし、いろんなものがある中での資産運用の一部分だけは一機能だけは我々に任せるみたいな、そういう補完関係になれば銀行も全然存在意義ってまだあるんじゃないかななんていうふうに思っています。もう一点だけ、そのこの前も海外出張行かれてたってことですし、まあ、シリコンバレーもよく行っているってことなんですけど、今おっしゃったようなそのヒューマンタッチが、必要っていうのは日本特有の事情なのか、それとも海外においても同じような状況なのか、 そこいかがでしょう。そうですね、本当に例えば私たちのロボアドバイザーの業界でもいろんなサービスあるんですけれども、結構パーソナルキャピタルって例えば会社ロボアドバイザーの会社は強みとしては一人一人に、少し課金するとフィナンシャルアドバイザーがつきますみたいなところがあって、でその部分に価値を見出す方っていうのはやっぱり少なからずいると思っています。でこれは何だろうな、インターネットリテラシーとかっていう簡単な言葉では言い表せない、やっぱりお金を預けるっていうことに対する不安感とかで、そこにやっぱり一回電話した時に自分が知っている担当者がいるかいないかとかっていうところって、人によってはそれを重要視する、人によってはそこはいらない、そこにコストかけたくないって二分されると思います。なのでもう今の現時点ではヒューマンタッチがいる人といない人、これは日本に限らず米国でも同じような状況なんじゃないかなというふうに考えています。そうですね、多分この議論をする前にちょっと一旦ちょっと整理したいなと思っていて、要はフィンテック企業ってたくさんあると思うんですけれども、一体誰に対してそのサービスを提供しているのかっていうところで大きく2つに分かれるのかなと。要は銀行がお客さんですと、で銀行にサービスを提供して銀行からお金もらいますっていうフィンテック企業と、ユーザーがお客さんですと、ユーザーにサービスを提供してユーザーからフィーをもらいますっていう、この2つに分かれるんだろうなと思ってます。で前者にグルーピングされるような企業であれば、銀行さんとは仲良くやっていきましょうと、銀行さんがお客さんですからっていう、そういう整理だと思っていて、で後者の企業、こちらが多分すごく気持ち悪いというかどうなのっていうところだと思うんですね。で、MFS はどちらかというと後者の方なんですよ。ユーザー側に向いてもうそっちに振り切ってですね、ユーザーのために、ユーザーのエージェントとして働くと。で我々はですね、やっぱりこの大きな技術のメガトレンドっていうところを踏まえると、やっぱりこうユーザーサイドに立ってやるビジネスっていうのが今後増えていくんだろうなと思ってるんですね。でなぜかというと2点あって、一つがそのインフォメーションテクノロジーっていうところ、これって一言で言うと情報の非対称性の解消なんですよ。要は今まで個人のお客さんっていうのがなかなか、例えば住宅ローンだとどの金利が、どの銀行がいいとか分からなかったと。でそれがですね、要はネットなり何なりで簡単に比較できてこの銀行がいいじゃんって分かるようになるっていうところと、あともう一つがですね、そもそも金融商品っていうのが僕コモディティだと思っているんですね。水や電気と同じようなもの、要はですね、例えば BTMU の 1% の住宅ローンと楽天銀行の 0.5% の住宅ローン、どっちがいいんですかって言ったら、それはやっぱ 0.5% の方がいいに決まってるわけなんですよ。やっぱそういった形で簡単に比較されてしまうもの、なかなかこう差別化が難しいというところを踏まえるとですね、よりユーザー側の立場が強くなって、でそれに組みするというかサポートするようなフィンテック企業っていうのが伸びていくっていう、こういうことになるんだろうなと思っていますと。そうしたときに、じゃあそれって銀行、金融機関に対してどういう影響を与えるのかっていうと、これはもう僕の言葉なんですけれども、金融機関同士の競争をより強く促す存在になるんだろうなと思っていますと。要は我々が価格透明性というところで銀行を丸裸にしてしまうので、いい商品を持っている銀行にはお客さんが集中して、で逆にそれほどでもない銀行にはあまりお客さん来ないと。
まあ、そういったことになるんだろうなと。であるがゆえにいい商品を持っている銀行さんはですね、もうその、まあ、どん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 お客さんが来ると。でそうでないって言ったところの、まあ、そうでないっていうその優勝劣敗がよりこう強くなるんじゃないのかなというふうに思っていて、まあ、それをこう促すような、存在なんだろうなと。なのでリプレイスではなく、まあまあ、ごめんなさい繰り返しになりますけども、そういった存在っていうふうにはっていうふうに、まあ、ちょっと私は考えてますけどね。まあ、そういうふうに、まあまあ、ある意味見える化してフラット化して比較しやすいようにして、いいところには、まあ、お客さんがどんどん行くっていうそういう世界観になった時に、その金融機関としてやらなきゃいけないこと、結局そういう世界の中で、何をやっていったら勝てるのかっていうのではいかがですか。まあ一言で言うと、まあ、カテゴリーキラーみたいなそういう商品を作るっていうことなんじゃないかなと思ってますと。まあ、我々実際借り換えのコンサルティングするときに、まあ、こういう銀行の商品がいいですよとかって進めるんですけれども、特徴がない商品って進めようがないんですよ。要はこうオールラウンド的に、何でも来いみたいな。そうじゃなくて、例えば、まあ、自営業の人であれば通りますと、まあ、その代わり金利高いですよとか、あともうすごく属性がいい東証一部上場企業年収1000万の人に対してもう金利 0.3% で貸しますみたいな、そういうこうめちゃめちゃ安いみたいな、そういうこうエッジが立ってるような商品であればですね、やっぱりこうそれを選ぶユーザーっていうのは増えるんですよね。だとしたらやっぱり金融機関としては、金融機関イコール、まあ、バランスシートレンダーというか、まあ、コンテンツのプロバイダーになるわけなんで、やっぱりこの商品を尖らしていくっていうところ、これをですねしっかりとやっていかないと、まあ、そもそも客が選ばないっていう、まあ、そういうことになってしまうんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、ちょっと次はここグロービス経営大学院なので経営についてもちょっとお伺いしたいなというふうに思うんですけど、まあ、フィンテックってまあ金融業界なのでもちろん当然規制業界ですし、まあ、ファイナンスとテクノロジーっていう、まあ、水と油とまではいかないですけど、かなり文化も人もスキルも違う、まあ、その2つを融合しているモデルだと思ってます。まあ、こういうスタートアップを経営する上で、まあ、どういう点に注意されていて、どういう点に注力されているかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど、まあ、一番業界長い滝さんからちょっとお伺いしたいんですが、そうですね、そのフィンテック企業を経営する上で注力していること、あとはその過程で学んだこと、もしあればシェアしていただけますか。マネーフォワードを2012年の、まあ、あの暮れに、まあ、正式にこうドッと創業したとき、共同創業者8人いてですね、で結構もともと当社の社長の辻の同僚だったメンバーも結構多くて、で最初やっぱりその8人が非常に結束してですね、まあ、こう数少ない資本金をですね、我々って最初フリーミアムモデルで、しかも最初ミアムがないフリーミアムだったんで、ただだったんですよね。でレベニューを立てる手段がない状態で、実際にプレミアムを出したのが2013年の7月なので、7ヶ月間レベニューモデルがない状態で開発だけして、で Google とかにもリスティングとか払ってですね、結構なこうプレッシャーを自分たちにかけていたんですよね。でその時に分かったのは、我々みんなですね、どこかでやっぱり既存の金融機関のマーケティングであるとか、自分たちが選びたい商品とかがあまり自分たちでもよく分からないし、だしやっぱり自分たち家計簿もつけられなかったんですよね。もうダメダメですよね、家計簿つけられないし金融もよく分からないって、金融結構出身者いたのに自分たちで思っていた中で、やっぱり作りたいビジョンを最初にすごく固めたっていうのが結果としては良かったのかなと思っています。で結構その後、まあ、プラスで言うと、まあ、純増で210人ぐらいその後増えてるんですけれども、だいたい私とかも多分社長が面接する時とかも3つのことをいつも重視していて、で、まあ、1つはやっぱりビジョンへの共感力なんですよね。ビジョンがやっぱりちょっとずれていたりすると、いくら優秀な人でもやっぱりどこかで話が合わなくなるんですよね。なので、まあ、お金のプラットフォームになるっていうのは結構ですね、言いやすいトピックでもあって、また当時ソーシャルゲームから転職してくる人が多かったので、世の中の役に立つものを作りましょうよとか、そういうのは言いやすかったんですけれどもただそこはすごくビジョンが本当に効いてるかってところはよく見てましたと。で、まあ、2つ目はやっぱり一芸というか、やっぱり
必ずその人しか多分その社員をでっかい輪で見た時にですね、絶対その人が何らかのフロンティアに立ってるみたいなのあるんですよね。それは本当にあの飲み会でどうしようもなくなった時におたげがすごくできるとかですね、そういったことも含めて何かその人があの持ってる。でまあそのまあおたげが会社救うことはめったにないんですけど、いや一回あったんですよ。なんですけどやっぱりある局面における正しい意思決定にあのちゃんと貢献できるんだろうかってところは、まあ、あの2つ目として見ていますと、で3つ目はチームワークで、でチームワークは言うは易しなんですよね。ただ一番弱った時にチームワーク力って生きてきて、でそれがやっぱりその一番弱った時にお互いにこう、まあ、結構厳しい議論とかもスタートアップっていうのは本当にトレードオフの塊なのでやっぱりしなければいけないことが多いんですよね。という時にせめて おもろいやつだったりとかですね、せめてそこですごくあの建設的なものが出るんじゃないかっていう期待値をすごく面接の間いっぱいこう 見抜けないかなと思ってずっとやってきたというのがまあ全体感としてあります。あとはあの、まあ、経営というよりは今のなんか採用みたいな話ですけど、でも経営は あんまりあのこう不思議なことはやっていなくて、できるだけ早く権限移譲して任せきって、であのただその人はものすごく自分に厳しくすると、なのでうちの会社って取締役がみんなですね早く辞めたいって思うような会社でして、あのやっぱり偉くなるほどですねすごく自分に厳しくあることをやっぱり自分たちにも求めるんですよね。でなのであんまりこう出世というよりはやっぱりユーザーをいかに満足させられるかというところにあの注力したい人が非常に多い会社でもあって、まあ、なんかちょっと不思議な雰囲気 あの役員会があったりします。そういう感じですね。こう変わった社内ルールとかあるんですか、そのと役員 の、その KPI 設定で。あんまりあのそんなですね変わったことは正直やっていなくて、まあまあ、本当に普通の話でミーティングとかにものすごいルールをちゃんと敷きますね。だからちゃんとオーナーが誰がいて必ず30分以内で2分以内最後の2分以内に切り上げるとか、結構真面目になんかミーティングとかってものすごい時間の無駄であることが大抵だと思うんですよね。私も前職時代そういうなんであるんやろみたいなミーティングすごいいっぱいあったんですけど、やっぱりそういうのをもう極限まで削ってでお互いの時間を大切にして、だってその24時間ずっと健全な意思決定なんか絶対できないですから、なんかお互いをすごくの時間をなんか信じて大事にするみたいな、すごいつまんないこと言ってますけど、なんかそういうところを大事にしてます。あとまあ今220名いらっしゃるとおっしゃいましたけど、はい、まあ、どのぐらいの割合がそのいわゆるフィンの人でどのぐらいの割合がテックなのかっていうのと、あとはその2つって結構違うある意味人種な気もするんですけど、そこの融合で苦労されたこととかってありますか。会社としては200人、220人ぐらいいて、半分がものづくりなんですよね。エンジニアとかデザイナーさんとかそういうのプロマネをやってる方々 でほとんどそこはまあフィンな人は当然いないんですよね。で残りのじゃあ100人ぐらいのうちフィンどれぐらいかっていうと多分20人とかじゃないですかね。だからあの創業メンバーが異常に偏っていただけで、あとはもう自分たちで十分だと、でもうなんか MBA 持ってる人も多分いらないよねみたいな感じでですね、あのいや自己否定ですし、ただ皆さん全然ウェルカムなんですよ。あのなんですけど、まあ、あのどっちかというともうフィンは最初から忘れていて、でたまになんか金融の人が来るとむしろ嬉しくなっちゃって話通じるみたいなんですね。なので当社って別に全然そこって金融知識が正直いらないですし、多分 MFS さんとかってコンベキシティとか理解してないと入れないんですかね。なんかそんなことないですかね。あの我々は全くそんなことをですねあの問わないで、まあ一言で言うとやっぱりものづくりとユーザーフィードバックを本当に大事にできる組織を作ろうってことだけやってきたので、あまり実はあの正しいですねここの面白い答えができなくて、あのフィン結果的に少なくってフィン来ると楽しんでますみたいなのが答えになる気がします。はい、そうですね。やっぱり創業当時我々もファイナンス人間が多かったと。であの弊社の特徴的なところはもうバリバリ規制業種なんですよね。あの第一金融商品取引業という証券会社のライセンスと、あと投資運用業というライセンスも取っているという中では、でかついわゆるこう今まであった資産運用っていう概念からの延長線上なんで、
そうするとそのいわゆるクオンツっていうことをやっていたようなその資産運用アルゴリズムをかけたり運用できる人間であったりとか、あとはその ETF っていう商品を使ってでどうやってそれを販売していくか、でそこにはそのバックシステムとミドルシステムいろんなことがあって、そこってまあフィンとテックどっちが技術者かなっていう話ありますけれども、いわゆるファイナンス業界の人間っていうのがやっぱりすべからくあの当初のメンバーにはあの多かったと記憶があります。で私もまあどっちかっていうとそのモルガン・スターネという金融機関の人間で、でまあそれでアルゴリズム作れるよねと、であのビジョンの Q ってのは滝さんおっしゃったように非常に重要で、やっぱりその当時からあのそんなにまあスタートアップの会社に行っていきなり給料が上がりますとかそういうことはないので、やっぱりそれ以外のやりがいっていうことをみんな共有しないとやっぱりこう入ってこないよねっていうところはあって、そういう意味ではあの我々のファウンダーのタニアなんていうのがやっぱりこうお金に対する不安ってやっぱもうこれを期待に変えなきゃいけないよねみたいな、そういう大きなビジョンがあって、でやっぱりそこをなんかどうやって助けるかみたいなことっていうのがなんかもうあの勝手ながら我々ってそういうなんか使命感みたいなのがおおとかって燃える、でそこにやっぱりこう感化されて、いやじゃあ俺も入ろうみたいな感じのことがすごくあって、でファイナンスに行けてすごくいっぱい入ってくれて、あの手前味噌ながらすごく有能な人間が入ってきて、でチーム作ったんですけれども、やっぱりファイナンス多くない、頭でっかちじゃないっていう場面ってあって、ものづくりができる技術者の人間とかっていうのがなかなかどうして入ってこられないよっていう時期がありました。で、皆さんご存知な方もいらっしゃると思うんですけど、昔の金融機関ってこう IT 部門ってなんかこうちょっともうこうあのIT 外みたいな感じのこうこれやっといてみたいなでやりますみたいな感じの私益関係がやっぱあったような部分っていうのがあって、なんかあんまりクリエイティブなことができていないような業界だったりもしていて、あのなかなかこのフィンテックっていう話が盛り上がる前ってファイナンスの業界に行くのみたいなところっていうのがたまにあったりも聞こえるっていうのがエンジニア業界であったように思っています。でいろんな人にやっぱりアドバイス受ける中で、あのその部分ってすごく難しかったんですよね。で何かって我々あのようやく答えにあのたどり着いたのがこうビジネスサイドでは何かもう答えまで考えて、であとはもうハウの部分です、あのテクノロジーをお願いってこれではないと、やっぱり誰かの問題を解決したいっていうその問題部分を共有して、でそれをじゃあ一緒にどうやって解決していこうかっていうところをシェアするようになると、一気にやっぱりそのあの我々とまたあのファイナンスの人間と全く畑が違うそういうテクノロジーの人間とかも共鳴してくれるようになったっていう、そういう転換期がありましたね。でそこからまあこのフィンテックブームみたいなのもあったので、今ではそのファイナンスの人間であったり、テクノロジーの人間であったり、あとはもう本当にウェブ業界の人間であったり、いろんな人間がやっぱりこう一つの大きいそのビジョンっていうところを共有することができれば、なんかみんな同じ方向を向いて動こうぜっていうことができるようになりました。そこにやっぱりなんだろうな、あのこれやっといてみたいなその、頼む側と頼まれる側みたいな構図っていうのをいかになくすかっていうところ、そうではなくて我々みんなで問題解決しようよっていうところをいかに共有するかっていうのがすごく重要なんじゃないかなと思っていて、で我々まだ40人ぐらいの会社なので、またあのねたくさんみたいなところ220人の会社になってくるとまた違うこうあの考え方とかモチベーションの持ち方とかってあるのかもしれないですけども、今やっぱりこうやって顔と名前があの一致するぐらいの小さい組織だと、そういうなんかこうまあある意味あの考え方としてフラットだったり共有できるような問題意識を持っているっていうところを導入したことでうまく歯車が回るようになったっていうあの思いがあります。その何でしょう、ファイナンシャルなところで可能な範囲でお伺いしたいんですけど、その特に資産運用だとか例えば保険とかって結構そのストック型のビジネスで、あの今取ったお客さんも何ていうか結構そこが売り上げになるのって結構先だったり後でじわじわ効いてくるようなモデルじゃないですか。なんかまあそういうモデルってまあ一般的にそのスタートアップ経営する上でまあやりやすい面とやりにくい面があるんですけど、まあだからこそ VC 資金が必要だったりするんですが、そこの点でどういうところをこう気をつけていらっしゃいます。要はそのAUM の 1% っていうビジネスモデルにおいてその経営の財務面で気をつけていらっしゃることがあったりますか。そうですね、やっぱりあの例えば我々、ハードルを下げるために一つやった施策として最初のスタートの金額を10万円にしたんですね。でこれを500万円のスタートにしたら
よっぽど楽だっていうのもそれはまあ当たり前の話 でそういった時にはやっぱりこうシミュレーションとして、まあ自分たちがその小口っぽく考えているようなその取引コスト的なところとか変動費的なところっていうのがどういう部分にあるのかっていうのはシミュレーションして、でそれがどのぐらいのマージンが最初厚くあって、である程度のパイが広がっていくとどのぐらいで、でそれがブレイクイーブンどこに達成するかなみたいなシミュレーション常にやっぱり置いて、そのあたりの腹落ちをストレスケースかけてしてから、やっぱりその10万円って判断に至ったみたいなところはやっぱりしました。そこでエイヤーではやっぱりできない部分がすごくあると思ってるんですね。でやっぱ規制業種だからこそ、例えば必要なその資本枠とかですね、少し現金プールしなきゃいけないよとか、あとは人数もそれ相応にその部署に置かなければいけないよ部分なところで、結構その岩盤のコストってガガッと上がってきたりもするんですよね。だからこそその変動の部分っていうのを相当やっぱりこうシビアに考えないといけないっていうところはあって、そのあたりはそのやっぱりシミュレーションちゃんとして考えなければいけない部分で、ね、やっぱりこうロボアドバイザーってどんどん入ってきてほしいんですけども、必ずしもリーンスタートアップになれない部分ってやっぱそういうところにもあるんじゃないかななんていうふうにも考えています。やっぱそのオポチュニティがもうそれこそ何でしょうか、1700兆円の何パーセントかを資産運用に動かすっていう巨大な一方で、その、まあ、最初のセットアップコスト、あとはそのランニングコストも一定数かかるっていうのが、なんか多分その全部じゃないですけど、まあ、フィンテックスタートアップにおける、まあ、魅力であり、まあ、一つ、まあ、その難易度を上げているところなのかなというふうに思います。そうですね。その最初はあれですね、エンジニアっていうところでいいんでしたっけ？まあ、そのフィンテック企業を経営する上でっていうことですね。はい、まあ、お二人の話を聞いてて本当に羨ましいなと思ってて、っていうのがですね、ここだけのぶっちゃけ話なんですけれども、グロービスさんから出資をもらうときに、実はエンジニア、うちの会社まだいなかったんですね。フィンテックと言いつつ、なかなかエンジニアの採用っていうのが、これはっていう人がいなくてですね、でまあ、その代わり外部のベンダーさん使いながら、もう僕とか中山だとか、もう一人牧島っていう役員がいるんですけれども、本当にそれをこうベンダーマネージしながらですね、こうひいひい言ってたっていうところがあって、ようやく最近エンジニアを一人こう採用できて、まあ、結構頑張ってくれてるっていうところがあって、まあ、そういう意味で言うと、まあ、融合っていうか、むしろこう始まったばっかりっていうところなので、あまりちょっと私の方からこう言えることってあまりないんですけれども、でもやっぱりそのまあファイナンス出身であれ、テクノロジーバックグラウンド出身であれ、やっぱりこう社内でこう頑張ってるな、伸びてるなっていう人っていうのは、やっぱりこう課題意識っていうところがすごくこうあるんですよね。でやっぱりこうみんなその既存の銀行とか、まあ、そのこう事業会社とかを飛び出してこう、まあ、ジョインしてるわけで、やっぱその金融機関なり何なりのこう姿勢だったり、ビジネスのこうモデルであったり、そういったところにこう何らかのこう課題意識、強い意識をこう持っている人、やっぱそういう人がやっぱりこうそのまあベンチャーに行ってもこう花開くっていうんですかね、やっぱりこう自分からこうプロアクティブに動いていって、こうやっていこう、ああやっていこうっていう提案をしますし、でやっぱりそうい こう提案をですね、こう経営陣とこうずっとこうやっていくと、やっぱそういうその彼らもそのメンバーレベルの視点からどんどんこう引き上がっていくような感じ、まあ、経営レベルに近いような形でどんどんこう議論ができてくるようになっているっていうところは、やっぱりこう肌で感じるところがあって、だからまあそのやっぱりこうベンチャーでやれる人っていうのは、やっぱりそう課題意識っていうところで、それがこう MFS なり何なりのその会社のミッションと合致してる人っていうのは、もうすごく伸びるんだろうなと。だからそういう人がもしまあこの場にいらっしゃれば、ぜひ MFS を宣伝になっちゃいますけれども、まあちょっとベンチャーとかもご考えいただければなと思います。結構そのミッションビジョンへのなんか共感みたいなのも、なんか多分全社においてもう超大前提みたいな、そんな話だったかなというふうに思います。